本日は女優の長澤まさみさんを紹介していきます。長澤まさみさんは1987年6月3日生まれの35歳、血液型が A型、身長は168センチ、出生地は静岡県磐田市、父は元サッカー日本代表で J リーグ参入前のジュビロ磐田の監督を務めた長澤和明。趣味は料理、鑑賞、全般。目標の女優は松たか子。好きな映画はジョゼと虎と魚たち。好きなアーティストはスピード、ユイ、ユズ、バンプオブチキン、尾崎豊、ラッドウィンクス、スキマスイッチ。好きな食べ物はカラスミのパスタ、ゴーヤチャンプルー、バサシ、ブロッコリー、炙りのトロの握りが大好物のようです。12歳、小学6年生の時、母親やその友人らの勧めで、1999年度、第5回、東宝、シンデレラ、オーディションに応募。35,153人の中から、史上最年少でグランプリに選ばれ、芸能界入り。同年公開の、クロスファイア、で映画デビュー。ティーン雑誌、ピチレモン、の専属モデルとなった。2001年、連続ドラマ、ピュアソウル、君が僕を忘れても、に初レギュラー出演。2002年、NHK、連続テレビ小説、桜、に出演。2003年、ロボコン、に初主演し、第27回日本アカデミー賞、新人俳優賞等を受賞した。2004年、世界の中心で、愛を叫ぶ、で、第28回日本アカデミー賞、最優秀助演女優賞、話題賞など数々の賞を受賞。2005年、タッチ、優しい時間、ドラゴン桜。2006年、大河ドラマ、光明月次、セーラー服と機関銃、ラフ、灘曹操、に出演。灘曹操、で、第30回、日本アカデミー賞、優秀主演女優賞を受賞。2011年、モテキ、で第35回、日本アカデミー賞、優秀主演女優賞、を受賞。2013年、台湾ドラマ、ショコラ、で海外ドラマ、海町に初挑戦、中国語のセリフを、披露する。2015年、海町ダイアリー、で第39回、日本アカデミー賞、優秀助演女優賞、を受賞。2020年、コンフィデンスマン、JP、プリンセス編、マザー、で第63回、ブルーリボン賞、主演女優賞を受賞。2023年、新、仮面ライダー、ロストケア、劇場公開中です。長澤まさみさんの今後の活躍に期待したいですね。ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。